天正11年、賤ヶ岳の一連の戦いに常興は直接参加することはなかった。羽柴秀吉が勝利し、北の庄攻めにて柴田勝家を滅ぼした。滅ぼします。その後、羽柴秀吉は本拠地を大阪に移したかったこともあり、常興の所領は摂津国より美濃国に移り、大垣城主として13万石を領し、元助は岐阜城主、池田輝政は池尻城主となった。美濃に移ります。天正12年、小牧長久手の戦いにおいて、池田家中が織田方か羽柴方につくかで揉めた。病床に伏せる重臣筆頭の森寺秀勝に代わり、壱岐忠次が中心的な役割を担うようになっていた。壱岐忠次は秀吉の味方ありて先祖の家を起こし、旧興の者をも取り立てありは、子孫繁栄あるへからず、と述べて、羽柴方への加担を進めたことにより、常興は羽柴方に寝返ることを決めた。我が池田家は羽柴方につく犬山城を攻めよ。